ホームの大宮のメンバーからご紹介いたします。ゴールキーパー南です。真渡り、山越、西村、川面、帝、小島、トップ下に小野、右黒川、左中野、最前線川田と、今日は 4-3-3 というシステムを予想しています。一方岩田のメンバーです。ゴールキーパー三浦です。山本、大井、伊藤、そして鈴木、遠藤、山本、康介、左、松本、山田、大森、ファビアン、ゴンザレスというメンバーです。鈴木正和監督が体調不良、天皇杯に続いて服部ヘッドコーチが指揮を取ります。元日本代表です。左から松本入ってくる、中、速いボール、しっかりボールを保持しながらゲームをコントロールしようというのは、真渡りのキック、巻いてくる、真ん中、ヘッド、山越、大宮先制、綺麗なヘディング、ゾーンで守る鈴木選手のね、少しこう競り合いの最後の時にね、クッと前に出て触りましたね。少しこうね、相手の視野から消えるような形で後ろから出てきて、大森幸太郎、今度はちょっと右に回ってきました。鈴木優斗が中に入ってくる、サイドチェンジ、内側、伊藤真希と松本が狙ってきた、しっかりこうサイドを寄せながら、これがちょっとずれます、黒川と山本、乗り道拾ったら三角、中野がスペースに出ていく、中野誠也、右2人フリー、れば川田、そして小野も来る、川田から川田だ、まあ、このね、球際の競り合いをしっかり自分たちで一つずつ勝ちながら前へ前へ行きながら、こうね、もう少し前にね、ボールが出せればいい形でしゅ、当たった、高橋で待って、川太郎、シュートが来る、川太郎シュート、惜しかったですね、ここで、黒川選手もね、しっかり引っ掛けた中で、キーパーの状況もしっかり把握した中でね、ゴールを、三浦田の方はゴーがかかってます。前から守備に行きます。南、西村、ミカドです。お、引っ掛けた、遠藤からワンタッチ、ファビアン・ゴンザレス、山本浩介、高い位置の守備から追いつきました。岩田、まあ、ここで、しっかりボールを、後ろからつないでいこうというところの意思の中で、しっかり、こう守備が諦めずにプレスバックした結果、いい形でボールを奪い、シュートまで行きましたね。ただこの岩田の選手ですよね、各選手シュートまで行けるとは思うんですが、より確率の、金子2人いますが、金子外して柔らかいクロス、こぼれる、遠藤、遠藤のシュート、もう1本狭いところ行きます。入れ替わって伊藤真希と、すぐ取り返した、左、松本雅也、左足のクロス、逆サイド、鈴木優斗、鈴木折り返、ヘッド、山田裕樹です。どちらかというと、ファビアン・ゴンザレス選手のところで、いい感じです。真渡りのファール、イエローカード、クイックで始めた、松本雅也、少し上でした。ここ遠藤選手ですよね、こう相手のボールほとんど切ってますからね、大宮の選手がね、そこを抜け目なく、山田裕樹、ナイスターン、山田裕樹運ぶ、真ん中を打つ、左、松本、山田裕樹、自分でいった、こぼれた、ナイスセーブ、西村、まだある、金子、金子、いや
川面選手ですかね、最後、よくしっかり集中してましたね。これは大きいんじゃないですかね。素晴らしいカバーでしたね。かき出しました川面。その後も体を張った大宮の選手たち。山本康介ワンタッチ、小川大輝スピード持ったまま入ってくる。クロスが来た、いいボール、こぼれて大津幸也。よく抑えてね、打ちに行きましたけども、バーに当たりましたかね。はい、6分台に入りました。山本乗り道から大井が競り勝った。山田裕樹、山田裕樹だ、来ました。これが首位の強さ。山田裕樹の左足、まあ、ここでよく振り抜きましたね。この競り合いで股の間抜けていきましたね。いや、この決め切る力というのがね、やっぱこの力ですよね。最後パープレー気味に入ってそのまま取り切りました。ジュビロ磐田逆転、大宮攻めます。試合終了。ジュビロ磐田さすがです。 J1 に向けて、そして優勝に向けて大きな勝ち点3。